行こうかな。行きましょう行きましょう。はい、いうところでございます。今回もね、カズさんからほらメッセージが多分届いてるんですよ。あ、本当だ。ドズルの顔にね、刺さってるんで。刺さってんな。ちょっと取っていきましょうか。はい。ここのね、あのグングニルでしたっけ、グングニルにね、あ、こちらなんかメッセージが書かれてるはず。なんで書いてある？こっち、キリタンポちゃんのどこが好きですか？もうちゃんと見てくれてる、ちゃんと見てくれてる。前回、はい、あのカズさんがそのこのトライベントであれだったんですよ、好きな女性 YouTuber を教えてくださいと。でボンさんが僕たちの動画ですよ、あれキリタンポちゃんって答えたんですよ。答えました、好きだって。わざわざこれ僕たちの動画見てくれて、しかもその内容、これもう言わないと恥ずかしいよ。ボンさん、キリタンポちゃんどこが好き？キリタンポちゃんなんかすごく弟思いなんですよ。そういや、僕ね、リアルなとこがお姉ちゃん欲しかった。キモい。お姉ちゃん欲しかったから。無理お姉ちゃん欲しかった。40歳、うん、40歳男性、はい、お姉ちゃん欲しかったんです。いやさすがに。そう、なんで正直に言ったんでしょうね。確かに。キリタンポちゃんの弟思いのところが好きだそうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おかしいけど。